ぱり人気がないと怖いですね。でも私たちが頑張らなきゃです。ジャンヌさんが危険な目に遭ってるかもしれません。っていうか絶対に遭ってます。さらわれた女の子も助けなきゃ。だって私たちそのために呼ばれたんですもんね。私たちならジャンヌさんを助けられるって思われたってことですもんね。私バイトで小さい子供ともよく触れ合うんです。笑顔の可愛い子たちばっかりで、何かの拍子で泣いたらとてもかわいそうで、きっとさらわれた女の子も泣いてるはずなんです。私たちが助けられるなら1秒でも早く助けなきゃ。でもシャルロットさんたちが言ってました。この場所とは考えにくいって。広いですけど見晴らしもいいからって。ですよね、私も思います。さらった人たちが組織立ってるならここに隠れるのは無理って思います。でも逆にだからこそとも思うんです。もし方法があるなら私ならここに隠れます。だって探さないんですから。探索系の魔法は使えませんし、ユサ先輩みたいに賢くもないですけど、女の子を助けたいって気持ちなら誰にも負けません。私の魔法相性悪いかも。トレイって結構威力ありますから。だから防御に専念した方がいいかもしれません。強度もあるんですよ。この通路だと私の召喚魔法で前は全部防げますから。後ろから来さえしなければ。後ろから。ちょっと待ってください。魔法使います。崩れるかもしれないけどやります。気をつけてください。すみません、崩れちゃいました。あれ、ここ先輩、ここ道です。隠されてたんだ。見つからないはずですね。急ぎましょう、相手に気づかれる前に。私たちで